どうもこんにちは、大塚です。今日も動画を見ていただいてありがとうございます。今日は富士フイルムの XH2 についてお話をしていきたいと思います。よかったら最後までご覧ください。はい、ということで早速お話をしていきたいなと思うんですけれども、僕はフリーランスカメラマンで、もともとソニーのフルサイズミラーレス α7S3、α7IV を使ってきました。そんな中、今年ですね、富士フイルムの XH2 にカメラを買いまして、大体3ヶ月ほど経ちましたので、その使用感であったりとかレビューをしていきたいなと思います。結論なんですけれども、すごく大満足しておりまして、良かったところたくさんあります。ただ一部気になるところ、残念なところももちろんありますので、ソニーのミラーレス一眼から富士フイルムの XH2S に変えて、良かったところと少し気になるところっていう形でお話をしていきたいと思います。でまず乗り換えた経緯についてなんですけれども、もともと α7S3 であったりとか α7IV を写真と動画のハイブリッド機種として使用しておりました。ただインタビューの撮影であったりとか、長時間の長回しの撮影の時に熱暴走することがたまに起きるようになったんですね。なので冷却ファンのついている FX3 であるとか FX30 の乗り換えを最初は検討しておりました。ただ予算の都合上ですね、 FX3 に乗り換えるっていうのがなかなかちょっと厳しいなというところで、かなり価格帯の安い FX30 ですね、こちらに乗り換えて長時間の長回し動画っていうところを、撮影できるように体制を組むことをまずは考えていました。ただ FX30 の場合は APS-C センサーっていうところで、どうせ APS-C センサーに変えるなら、今まで気になっていた富士フイルム、こちらを使ってみたいなという気持ちがだんだん強くなってきてですね、そんな中、去年 XH2S が発表されたということもあって、いわゆる写真と映像両方ハイブリッドに撮れるカメラ、ということで XH2S に急遽、切り替えて購入をいたしました。購入の決め手いろいろあるんですけれども、まずですね、操作系がソニーのミラーレス一眼であるとか、他のミラーレス一眼に近いというところですね。富士フィルムは、クラシカルなスタイルというところで、シャッタースピードであるとか ISO の部分がダイヤルで操作をするような機種が多いんですけれども、今回の XH2S をはじめ、XH シリーズですね。こちらは今までの他社のミラーレスカメラに近い操作系であるというところと、あとは動画性能ですね。こちらが非常に高いということで、この XH2 を選んだという経緯になります。でまずこの3ヶ月間で XH2S で撮影した作例、写真と映像それぞれ、お見せしたいなと思いますので、まずはそちらをご覧ください。ということでいかがでしょうか。APS-C センサーのカメラということで、ボケミであるとかノイズ耐性どうなんだっていう気になられる方かなり多いんじゃないかなと思います。で僕もそのうちの一人でした。どうですかね、作例見ていただいて、フルサイズと遜色ないというか、非常に特に富士フィルムの場合は色味が綺麗に写っているので、すごくいい写真映像が撮れているんじゃないかなと思っています。ここからはですね、ソニーの α7IV から XH2S に切り替えて、良かったところと、少し残念なところについて、簡単にご紹介していきたいなと思います。
まず良かったところですね、話していきたいなと思うんですけれども、まあ、一番はやっぱりフィルムシミュレーションの色味移りですね。他のメーカーから富士フィルムに乗り換えをするときにやっぱり一番こう検討材料になる一番の魅力ってフィルムシミュレーションの色味だと思うんですよね。まあ、例えばオートフォーカスとかあとは画素数っていうところで言うと、まあ、もちろん他のカメラに負けるところはあるんじゃないかなと思うんですけれども、このフィルムシミュレーションの色味っていうのはやっぱり唯一無二ですよね。でこの色味がやっぱり僕はすごい好きで、インスタグラムとか YouTube とかのこう SNS でかっこいいなとかすごく情緒的で、いいなと思う写真って、だいたいプロフィールを見てみると富士フィルムのユーザーであるっていうところがすごい多かったんですよ。なので、自分もいつか富士フィルムの色味を体験してみたいなという気持ちはずっとありました。で今回この富士フィルムに乗り換えた一番の理由はやっぱりこのフィルムシミュレーションにあります。で実際フィルムシミュレーションどうかっていうことをお話ししたいんですけれども、めちゃくちゃいいです。やっぱり代表的なクラシッククロームであるとかクラシックネガはもちろんなんですけれども、今回のこの XH2S から搭載されたノスタルジックネガですね。今までは中盤の GFX シリーズに入っていたフィルムシミュレーションなんですけれども、このノスタルジックネガがすごくいいんですよね。でクラシックネガとかクラシッククロームってパッと見ですごいこう映える写真というか、すごいこう特徴的な色味はするんですけれども、結構癖が強いんですよね。なのでいろんなシチュエーションに合うフィルムシミュレーションかっていうと、ちょっとなかなか使い勝手が難しいものでもあります。ただこのノスタルジックネガの場合は、まあ、少しこう暖色寄りで、コントラストもクラシッククロームクラシックネガに比べると少し淡めではあるので、すごく使い勝手がいいんですよね。かつフィルムで撮ったような写真になってくるっていうところがすごい僕は好きなので、このノスタルジックネガをはじめいろんなフィルムシミュレーションを使い分けて楽しんでいます。そして次ですね、オートフォーカスの性能が現状の富士フィルムの中でトップクラスであるということです。正直正確性とか速さでいうと、まあ、前に使っていた α7-4 であるとか今でいうとニコンの Z9-Z8、まあ、ここら辺には到底かなわないんですけれども、ただ富士フィルムに乗り換える時の少しこう躊躇していた部分って、やっぱりオートフォーカスがすごいもっさりしているとか、あとはこう前後に迷ってしまうっていう印象がずっとあったので、そこの部分が今回のこの XH シリーズからはかなり解消されたということで、ようやく購入を決意することができました。で実際どうなんだっていうところなんですけれども、今まで使っていたソニーに比べると、まあ、少し、迷うところであるとか意図したところにこう合わないっていうシーンはたまにあります。ただ、これがじゃあ全く使い物にならないかっていうと全然そんなことはなくて、まあ、現状のミラーレス一眼のオートフォーカス性能には全然達しているかなとは思うので、ここは全然必要十分であるというか、まあ、富士フィルムの中で現状一番早い正確なオートフォーカスというところで、ここに関しては概ね満足をしています。次に良かったのは、高い動画性能ですね。今まで α7S3、α7-4 を使ってきた理由としては、まあ、422の 10bit を撮影することができるっていう点と、あとは 4K の 60p ですね。ここを撮影することができるっていうのが大きな理由の一つでした。で今回のこの XH2 ももちろん 4K の 120p、まあ、一部ちょっとクロップはされてしまうんですけれども、スローモーションの撮影もできますし、422の 10bit 撮影にも対応しています。でかつ、この XH2S に搭載されている F-Log2 ですね。今までも F-Log っていうログ撮影はあったんですけれども、それよりもさらにダイナミックレンジが広いログ撮影が搭載されているので、ここは今までのソニー機の動画性能にも全然匹敵するレベルで、すごく満足しています。そして次にボディの筐体についてなんですけれども、まあ、しっかりとしたサイズ感っていうところと、あとはグリップですね。ここはすごい握りやすいっていうのも魅力の一つです。で今まで α7S3、α7-4 を使っていて、結構グリップに関しては満足していたんですけれども、今回まあ APS-C センサーのカメラに変えるっていうところで、若干小指余りであるとか、サイズの筐体がちっちゃくて心もとなくなるんじゃないかなっていうふうに懸念していたんですけれども、まあ、XH シリーズはしっかりとこうボディのサイズもあるので、例えばクライアントワークの時とか、カメラを構えていても全然こう不安がられないというか、安心感を与えられるボディのサイズ、筐体なんじゃないかなと思います。で富士フィルムのカメラのメリットって例えば XT5 とか、あとは X-Pro3 のような、まあ、クラシカルな見た目っていうのがすごく魅力的なんじゃないかなと思うんですけれども、今回のこの XH2S シリーズは今までの GFX シリーズに近いような、どちらかというと業務機のような、
武骨なような見た目ではあるので、まあ、趣味性の高いカメラって言われるとそういうわけじゃないかなと思うんですけれども、まあ、自分的にはクライアントワークで使うことが多いので、まあ、ここに関しては逆に良かったなと思っています。次に良かったこと、操作性についてなんですけれども、モードダイヤルが搭載されたっていうところと、あとはカスタム登録が豊富であるっていうところですね。後でまたお話しするんですけれども、今回のこの XH2S は、動画と写真の切り替えのレバーはないんですけれども、カスタムが1から7番まで登録をすることができるんですね。で、特に富士フィルムのカメラの場合ってフィルムシミュレーションを対応することが多いかなと思うんですけれども、このカスタムがたくさんあるっていうところで、撮影の状況に応じてフィルムシミュレーションを簡単に切り替えることができます。あとサブ液晶が地味に便利だったりします。今回の XH2S は片面の部分にサブ液晶がついてたりするんですけれども、これで残りの撮影可能枚数であるとか、現状のフィルムシミュレーション、動画時であれば動画の設定ですね、これらが表示されるので、パッと見ただけで現状どういう設定になっているかっていうところを確認することができます。自分はソニーのミラーレス一眼を使う前はニコンの D800E というカメラを使っていたんですけれども、それにもサブの片面の液晶がついていたので、まあ、そこでよく撮影の設定を確認することが多かったんですね。で、今回の XH2S も同じように確認をすることができるので、まあ、ないといけない機能かっていうとそういうわけでもないんですけれども、ここは地味に便利かなと思っています。そして次にセンサーが積層型センサーであるというところですね。今回の XH2S を選んだ理由の一つに、センサーが独自開発された積層型センサーであるっていうところがあります。で、 XH シリーズだと XH2 と XT5 がですね、まあ、同じセンサーが使われていて4000万画素っていうところで、まあ、ハード面のボディの筐体だけが違うよっていうような形なんですけれども、こちらの場合は積層型センサーなので、まあ、もちろん読み込みのスピードも速いですし、あとは操作性ですね。ここがやっぱり他の XT5 とか XH2 に比べるとキビキビしてレスポンスがいいなというふうに感じています。はい、で次に、乗り換えて若干気になるところ、残念なところについてもお話をしていきます。まず1つ目、写真と動画の切り替えレバーがないというところですね。で、先ほどもカスタム設定のところで少しお話はしたんですけれども、今回のこの XH シリーズは今までの XT4 とか XT5 にあるような動画と写真の切り替えのレバーがないんですね。で、α7-4 とかにはついていたので、自分の場合はライブの撮影の時に写真も映像も同時に撮影することが結構あるので、結構このレバーで切り替えることが多かったんですよ。今回のこのカメラは写真と映像の切り替えレバーがないというところで、若干ここは気になるかなと最初は思いました。ただカスタムダイヤルが1から7まで登録されているので、自分の場合は1から4までは写真の設定で、5から7までは動画の設定という形でここは使い分けをしています。ただやっぱりダイヤルの場合だとカスタム1からカスタム6に行くまでって結構グリグリっと回さないといけないんですよね。で、これがレバーだったらもう本当に勝ちで終わるので、若干まあ本当に少しなんですけれども、この操作性の違いっていうところは、まあ、少し今でもストレスには感じてたりはします。次にここがかなり大きいんですけれども、トラッキング AF が動画で使えないというところですね。α7-4 の場合は動画の撮影時にもトラッキング AF を使うことができるので、例えばライブの撮影とか動く被写体の撮影の場合に被写体をタップすることで、あとは自動でオートフォーカスを合わせてくれるっていう点ですごく満足していたんですね。で、今回の XH2S の場合はその瞬間のオートフォーカス性能ってすごく強いんですけれども、トラッキング AF で被写体を追いかけ続けてくれるっていう機能はないんですよ。で、写真の場合はついてたりするので、ちょっとここは気になるところというか、動画を撮影することが多い身としてはやっぱりちょっとつけてほしかった機能かなと思います。で、次に気になるところとしてはホワイトバランスですね。ソニーを使っていった時は全然気にならなかったんですけれども、例えば室内で白彫りの撮影とかスタジオでの撮影の時って背景が真っ白なので、ホワイトバランスの違いっていうのがすごく如実にわかるんですね。この間スタジオ撮影の時にちょっとうっかりしていたんですけれども、ホワイトバランスをオートのまま撮影をしたことがあったんですね。で、ソニーの時って結構ホワイトバランス変わったとしてもこうだんだん変わってくるような変わり方なんですけれども、この富士フィルムの場合ってすごくコロコロ変わるので、やっぱり
見ていてもすぐにこう気づくようなホワイトバランスの変わり方をするんですよね。クライアントワークで撮影をする時とか色味をこう固定したいっていう場合はやっぱり自分でホワイトバランスを設定して撮影をすることが必須かなと思います。で、気になるところ最後ですね、結構地味なんですけれども動画撮影時のタリーランプについてです。今も動画撮影していて見えているんですけれども、でタリーランプっていう、まあ、動画を撮影してますよっていうのが分かるサイン、でこれが今の現状のこの XH2S だと赤い点が点滅してるだけなんですよ。で今までの α7S3 とか α7IV を使っていた時ってこのモニターの部分に赤い枠がつくようになっていたんですね。なのでパッと見た時に現状撮影しているなとか撮影できていないなっていうのが確認できるので、いわゆる逆レッグっていうものがほとんどなかったんですね。ただ今回のこの XH2S の場合は若干心もとないなと思います。あと前面のところにもタリーランプの機能を割り当てることができるんですけれども、なぜかオートフォーカスの補助光を白く点滅させるっていうものなんですね。でなかなかこれって暗い部分で撮影をするときに結構邪魔だったりはするので自分は切ってたりするんですけれども、このタリーランプの見やすさっていうところが若干残念かなと感じています。でなんでタリーランプをちょっと今回残念なところのポイントの一つで挙げたかっていうと、 XT5 だとこの赤枠で表示されてるんですよね。でこの写真によった XT5 よりも、動画に特化した XH2S の方がタリーランプが見づらいっていうのはやっぱりユーザーからしたらこうなんでって思いますし、ちょっとここに関しては統一してほしかったなと思う点でもあります。はい、ということでここまで良かったところ残念なところを挙げてみたんですけれども、まあ、結論大満足はしています。でこれからも使い続けていきたいなと思っているんですけれども、もともと自分が、ソニーのフルサイズミラーレスからこの富士フイルム XH2S に乗り換えるときに、まあ、躊躇していた理由、懸念していた点が3つあります。で実際フルサイズセンサーから APS-C センサーに変えるっていうところが、まあ、一番大きな部分なんですけれども、まあ、それが実際どうかっていうところも少しお話をしていきます。でまあ、個人の撮影クライアントワークいろいろ使ってきたんですけれども、困ったシーンは一つだけですね。暗部のノイズ耐性ぐらいです。でやっぱりセンサーの違いなのでノイズの出やすさっていうところはしょうがないかなと思うんですけれども、まあ、実際 ISO3200 ぐらいで結構ノイズが乗り始めてくるので、例えば α7S3 の場合だと ISO12800 でも全然ノイズ乗らないですし、 α7IV でも例えば ISO6400 でも全然綺麗な映像を撮影することができていたので、やっぱりこのカメラ任せで全然こう綺麗な映像を撮っていた自分からすると若干気になる点というか、まあ、致し方ないんですけれども、ここは少し感じている部分でもあります。ただ今の時代 Lightroom の AI ノイズ除去であるとか、動画だと動画編集ソフトのノイズ除去機能がすごく優秀なので、後で編集をするっていう前提であればそんなに気にならないんじゃないかなと今では感じています。あとフルサイズから APS-C センサーに変えるっていうところで、まあ、ボケ感ですね、ボケなくなるっていうところがやっぱりずっと気になっていたんですけれども、まあ、ここは使うレンズ次第かなと思います。自分はこの XH2S の購入とともにいくつか単焦点レンズを買っています。でこれが F1.4 の単焦点レンズが APS-C センサーだとすごく多くあるので、 F1.4 だとだいたいフルサイズでいうと F2 ぐらいなので、まあ、全然ボケ量としても十分なんじゃないかなと思っています。で今は 23mm の F1.4 と 35mm の F1.4、 あと 56mm の F1.2 っていうところで、まあ、用途と被写体との距離に応じてここは使い分けをしているので、全然まあボケ量に関しては問題ないかなと思っていますし、あとは知人にも写真と映像を見せたんですけれども、まあ、フルサイズミラーレスと全然変わらないっていうようなことも言われたので、まあ、ここに関しては使うレンズ次第で全然カバーできるんじゃないかなと思っています。はい、ということでここまで XH2S についていろいろお話をしてきたんですけれども、やっぱり今一番気になっているのは動画撮影時のトラッキング AF ですね。これが使えないことぐらいかなと思います。映像も写真も出てくる色味がすごく綺麗なので、まあ、先ほどお伝えした気になるところ残念なところいろいろあるにはあるんですけれども、まあ、それを上回る写りの良さ、アウトプットの良さっていうところがあるので今ではすごく大満足しています。何度も言うんですけれども、やっぱり写りがいいとか、撮っていて楽しいっていうのはすごく大事だなと思っていて、例えば自分の場合はスナップの撮影をよくしたりするんですけれども、まあ、今までのソニーのミラーレス一眼って後で、ロー現像する前提で撮っていることが多かったので、やっぱり撮影をしている間にこう楽しいっていう感覚っていうのはだんだんまあ薄れてきたんですよね。
で今回富士フイルムに乗り換えたことによって、まあ、取って出しで絵が綺麗っていうところが思いのほか良くてですね、これがどんどんこう撮っていて楽しい、次も撮りたいっていうような気持ちにさせてくれるので、まあ、よく外にカメラを持ち出す機会が増えました。でカメラを外に持ち出す機会が増えたっていうことは、やっぱり打席に立つ機会が増えたっていうところで、まあ、自分のこういいと思えるような写真とか映像を、まあ、残せる頻度も増えたっていうところ でこれはカメラの性能に関係ないものだと思うんですよね。どれだけ性能がいいカメラでもやっぱり撮っていて楽しくないとか持ち運びづらいとかっていうところがあれば、そもそも写真とか映像も撮れないですし、逆にコンパクトなカメラであったりとか、写りがすごくいいカメラの場合は、やっぱり外に持ち出す機会が増えるので、この01を生み出す機会が増えるっていうのはやっぱりすごく重要な点なんじゃないかなと思っています。でちょっと語弊を生むような言い方をするのであれば、カメラ任せで、綺麗な映像を簡単に撮りたいっていう場合はソニーを使う方がいいんじゃないかなと思っています。もちろん先ほどお伝えしたホワイトバランスの揺らぎであるとか、あとはオートフォーカス性能ですね。このあたりがやっぱりソニーはしっかりしているので、やっぱりどう撮ってもというか、簡単にボタンをポチッと押すだけで綺麗な映像を撮れるんですね。で、この富士フイルムの場合はやっぱりちょっと操作性であるとか、ちょっと癖がある部分もあるので、そのホワイトバランスであるとかフォーカスの部分をコントロールできるようであれば、すごく納得のいく映像、写真を撮ることができます。でそんな感じでカメラをしっかりと追い込んであげて、自分の出したい表現、色味を再現できるっていうのに、まあ、楽しさを見出すことができる人であれば、富士フイルムはすごくおすすめできるカメラであると思いますし、特に他のメーカーをよく使っていた人たちからすると、この XH シリーズは操作性の面でもとっつきやすいっていう意味ではすごくいいんじゃないかなと思います。はい、ということで、ここまでいろいろとお話をしてきたんですけれども、いかがでしたでしょうか。結構周りの人でもソニーを使っていて富士フイルム気になりますとか、あとは他のメーカーを使っていて富士フイルム気になるんですけど、やっぱり APS-C センサーであるっていうところでなかなか決断ができないっていう方、よく話を聞いたりするので、今回はそのような方々に対して少しでも参考になればいいかなと思って動画を撮らせていただきました。このようにこのチャンネルではフリーランスカメラマンをしている僕大塚が写真、映像、カメラについて動画を発信しています。少しでもいいなと思った方は高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。この後に XH2S で撮影した作例もまたお見せしようかなと思いますので、そちらもよかったらご覧ください。それでは次の動画でお会いしましょう。